はい、皆さんこんにちは、ワネルグルベージです。では今回は低毒な決断法バグキット、日本プレイ空母禁止縛り続きをやっていきたいというふうに思います。前回ですね、ハワイ攻略を行った後、太平洋に残るアメリカ軍艦隊、これの駆逐をしました。で今回その続きになるんですが、次の目標をですね、アメリカにするのか、それともイギリスにするのかという選択なんですが、アメリカに関して言うと、もうアメリカは、ね、重要拠点を2つ残しているのみで、全部の海域合わせても7つというところで、だいぶすり減ってきている感があります。一方イギリスの方は、アジアからは、ね、撃退しましたが、依然ヨーロッパを中心に強力な地域支配を行っていると、そういう状況ですので、今回はね、インド洋攻略に向けて、準備を進めていきたいというふうに思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まず艦隊の動向なんですが、ハワイに集結している艦隊、これはね、主力艦隊なんですが、一部はもう、すり減ってしまっているところがあるので、これに前回ですね、アリューシャンを攻略した艦隊、これを戻します。一度、いや、でも待ってね、これ一旦シンガポールに入れちゃう、それともそれもありですよね。4個の戦艦、3個の戦艦、それぞれ有する第1第3両艦隊、これをもう一路シンガポールに入れましょう。でシンガポールで、回復させます。でハワイの戦力がしょぼくなるんで、ハワイに駆けつける艦隊をちょっと用意しなきゃいけなくなりましたね。ハワイの現状の戦力を見ると、第5、第6、第7といるんですが、第6、第7は合ってないようなものなので、ちょっとね、厳しいかなというところですね。でシンガポールに入っている第2艦隊と、あと第16艦隊、これ潜水艦隊になっています。第14艦隊、これ今、小笠原沖にいますが、これをハワイへとも動かしていいでしょう。アリューシャンがね、取れた今は、小笠原に艦隊を置いておく必要はなくなりました。で中部太平洋にいるこちらの潜水艦隊、これもハワイへ向かわせますというところですね。ハワイは、とにかく基地の防衛を行っていきましょう。でハワイには飛行場ができたので、まず飛行場をもう一つ作りましょう。で第一飛行場、第二飛行場、ここに早速航空機を配備していきたいんですが、まともな航空機がないな。ではまずはそのあたりの補充から始めていきます。兵器開発ですね。なんかあったっけ。実は1週間ぶりぐらいになるので、提督の決断が少し記憶が薄れているところもあるんですが、技術開発、今回はアルミを使って航空機を大量生産したいので、ちょっとアルミはキープしたいな。鉄をじゃあドイツに1000供与していきます。でアメリカの西海岸もしっかりスパイを入れておきましょう。では航空機生産していきます。今欲しいのは一式の立候、これが未配備数がでも310ある。ちょっと待ってね、310あるんだったらハワイに十分配備できるよね。確認します。第一飛行場、一式の立候310あれば、これ100機体制、飛空艇もこれ51増せますよね。こんだけあればなんとかなるでしょう。で第2飛行場、ここも同じく一式の立候を中心に配備していきましょう。そうすれば今回あまり使わなくて済むお金をね。でその分を戦艦とか作るお金に回しましょう。まず潜水艦、これは消耗品というとね、ちょっと潜水艦乗りの人に死んでくれと言ってるようなものなのでどうかなというのはあるんですが、事実上どうしても消耗品になってしまうんで、潜水艦はちょっと今回補充します。
で、潜水艦を補充した後は主力艦と、その主力艦の随伴艦ですね、これバランスよく作っていきたいなと思うんですが、未配備艦でいうと海大和建造中のものがそれなりにあるね。海大和型がそれなりに入っている。そしたらあとは艦船の51センチ砲ってもう詰めるんだっけ、ちょっと確認しましょうか。それも、海大和をベースに主砲これ51センチ詰める、まだ詰めないね。なので51センチが詰めるようになったら新しくね戦艦を作っていきましょう。で今戦艦作り中のものがそれなりにあるというのが分かったので、そうなるとまず3週間後に大和型が1隻で、11週間後に1隻、3週間後にもう1隻ですね、7週間後にさらに2隻入ってくるということで、戦艦の数はそれなりに揃っているのが見受けられるので、あとはそれに随伴するものですね、軽防空艦、これをちょっと数作りましょうか。で、この軽防空艦で敵のね、いわゆる航空機の攻撃を撃退していきましょう。そういう意味だと戦艦を軸に据えた艦隊編成の場合は、まあ一番前に、艦列でいう一番前に戦艦がいるということになるので、戦艦が集中攻撃を受けるんですよね、敵の航空機の。お、東地中海も取られたか。そう考えた場合、戦艦周りの強化、防空戦艦、これも必要になってくるかもしれないな。防空戦艦、ただ戦艦に防空機動を持たせるってどうなのっていうのもあるけどな、まあ、いわゆる被害担当艦になるんで、ちょっと考えものですね。では今回もいつもの技術開発、これに物資援助はアルミを供与で、ここは続きで防空巡洋艦、これを数を作っていきます。まあ、あと2隻ほど防空巡洋艦を作って、従順をちょっと新しく設計していきますか。何をベースにするかっていうのも重要なんで、貝もがみ型をベースにちょっと従順を新しく設計していきましょう。魚雷はもちろん積みたいので魚雷積むでしょう。手法は2連装を積んで、後部にも2連装を一気積みたいな。上限の鉄鋼はまだクリアできているので、魚雷は3連装4機、これ4連装にできないかな、だいぶ変わりますからね。で航行速度は結局戦艦に依存する、戦艦のスピードと同じにする必要があるので30キロで10、30ノットで十分ですね。あと降格砲、それに機銃か、機銃相当することは考えて100門、さらに降格砲は2連装を6、これで対空攻撃力は1000超えしたね。であとはバランスよく
上限を設定していきましょう。これでいいかな。で、感銘をどうするかだな。貝もがみ型のさらに発展系ということで、超もがみ型にでもするか。ちょっと面白みには欠けますね。これを磁気、主力。巡洋艦として、重巡洋艦として、生産体制を築いていきましょう。であとは、今のうちに揚陸艦をね、数また揃えちゃいましょう。揚陸艦4隻ほど作って、これをインド攻略。その陸戦隊を乗せて出撃してもらいます。で、潜水艦が数揃いましたね。51センチの主砲も完成した。よしよし、だいぶ揃ってきましたね。そしたら、物資援助はまたアルミを供与しておいて、超活動はインド洋が消えているのでインド洋ですね。で、今回は艦隊の再編を行います。まずハワイなんですが、ここにいる第4艦隊か、第4艦隊に、第6艦隊をまず合わせちゃいましょう。第4、第6それぞれすり減っているので、まあ、駆逐艦中心の艦隊、これ双楼型入ってないですよね。双楼型のない第4駆逐艦隊という位置づけかな。で、第5艦隊は主力、これハワイ防衛の主力を担ってもらいます。で、第14、第15両潜水艦隊もハワイの防衛に当たるということで、一応盤石な体制にはなってきてるかな。はい。一方、マラッカ、つまりシンガポール、ここにも今艦隊向かっているので、ここに向かっている艦隊、しっかり、待ち受けしましょう。では、艦隊の編成で、新規編成、第13潜水艦隊を用意して、これ、一度ね、シンガポールの方へと派遣しましょう。シンガポールにいる潜水艦隊もすり減ることが予想されるので、そのすり減った艦隊、潜水艦隊の補充用です。で、今回は新しくヤマトを超えるヤマト、これを作っていきましょう。まずは艦船で、海ヤマト型をベースに設計していきます。まず主砲、これ46から51に変えましょう。いや、一気に主砲の射程も伸びたね。51から、46から51に変えるだけで2100から2300、まあ、約1割伸びるという 10% アップですね。全部3連装の上に2連装、これを2機、後部は3連装が1機、まあ十分かな。ディーゼル機関、待って、ディーゼル機関1か、これ2、大型ディーゼル機関今1になってるんですけど、これ2まで、ごめんなさい、待ちましょう。装備、乗せられる装備が全然変わってくるので、これ我慢する。お、ドーバー海峡取ったの？やるね、ドイツ。うわ、むちゃくちゃすごいわ。ドーバー海峡ドイツが自力で取るなんて。素晴らしい。で、超最上型
さらにキー型の戦艦、これが出来上がってますか。いやー、キー型の戦艦ベースにした方がいいね、そうなると。いやー、よかった、1週間待って正解でしたね、あらゆる面で。ただこれ必要な建造の鉄鋼が8000超え、いやー恐ろしいな。で、艦艇も揃いましたね。大型ディーゼル機関の2、これを待っていたのは。さらに追尾魚雷、いやーありがたい、すべてがありがたい。追尾魚雷はすぐに開発します。で、技術開発はいつもの通りに入れていきましょう。さて、そしたらさっきできなかったことをやりましょう。まずは輸送船もちょっと数作っとく、3隻だけだけど。艦船よ、艦船、キー型をベースに。そうか、キー型開発してからじゃないといけないのか。9週間かかるのか開発。まあ開発はするにしてもだ、やっぱり海大和をベースに設計するしかないかな。大型ディーゼル機関の2になってるもんね。 OK だ、これでやりましょう。まずは主砲を51センチへと変更。さらに全部には2連装のものを1機、後部3連装1機、これは変わらずでいいね、一旦です。で、副砲は 15.5 を3連装3連装左側右舷、右側右舷、これ2連装を1機ずつ積もう。これで破壊力が格段に増すんじゃないか。でだ、まあ、魚雷は積めないのでいいでしょう。爆雷も積めませんと。で、まずは降格砲の数、これ20でしょう。いや半端ない、このこのさ、機銃255門、降格砲2連装が20機、これ4連装とかにすると、うわ、すげえ、半端ない、半端ないことになってる。あとはギリギリまで積んでいく。装甲をどれくらい厚くするかだよな。これ失いたくはないんで、ここまで強力にしたら。で、あと機銃の数をどう調整するかだな。機銃は200まで減らそう。まあ、200にしても相当だけどね。で、広角を4連装2連装に変えて、これを18で、航空機の数を6に減らして、どうよ、51センチの主砲を積んでこんだけの耐久力を持った、これこそまさに超ヤマトだな。完全にヤマトを超えた、これが超ヤマト型ですね。必要建造鉄鋼なんと1万、必要建造資金7000、いやかつてないな。開発費用も3000で期間が7週間かかるっていうね、楽しみですね。これを主力の戦艦として使っていく日が待ち遠しい。そしたら残りは輸送船に当てましょう。全然足りてないので。で、輸送船を配備していきます。もう足りてないところ手当たり次第輸送船を配備していかなきゃいけないんですが、それにしたって足りてないよね。さあ、これで一旦じゃあ時間を送りますか。マラッカ海峡に艦隊集まってきてますね。第一
さらに第2、第3と艦隊揃ってる。ちなみにインド洋はどうなってる？インド洋の敵艦隊数は多くないな。これインド洋を攻めいるチャンスなんじゃないのっていう感じもするけど、敵はイギリスの第10艦隊が入っていますね。よし、これはこの機に乗じてインド洋攻略行っていこうかな。毒義母が3、ただ今都合がいいことに、全ての海域の情報を持っているので、これを機にやっぱりちょっと攻め込みましょう。揚陸艦が間に合ってないという痛手はありますが、それでも今攻略する意味がある。タモンさん乗せて、あと乗ってない人だけちょっと乗せて出撃しちゃいましょうか。OK だ。じゃあこれで第1、第2、第3、まさに主力の艦隊、これをインド洋へ投入します。戦力第1艦隊も投入してくるか。あと第10艦隊ね、これこういう空母艦隊ですね。マルタ軽空母で、航空機の数は大して乗せてない。とはいえ警戒は必要ですね。3つの飛行場に対してどういう攻略をするか。まあ夜とともに進行していってというのは変わらないかな。まずはね、さあ、あとは敵の艦隊をいかに早く発見するかだ。雨も降ってきてる。条件としては悪くないですね。今発見したこの艦隊が敵の第何艦隊かだね。魚雷攻撃を受けてるね。戦艦を失いたくないので撤退させましょう。さてと、こちらの艦隊も敵と交戦に入ってるね。敵の飛行場もだいぶ硬いね。これは1個の飛行場は潰せるけど、
2個の飛行場は、うわ、15号艦が沈没したね、戦艦遺跡。敵の艦隊は壊滅させたと思われるので、ほぼね、あとは飛行場ですね。戦艦を一隻失ったからな。さあ、敵の爆撃機が飛び始めました。飛行場は一つ早々に潰したいね。ようやく敵の飛行場一つ。この辺りで雨が降ってきてくれると嬉しいんだけどね。ちょっと戦艦霧島が沈没、近江も沈没か。さすが敵の空母だな。防空艦なしで挑むのがちょっときつかったか。戦艦これで3隻目ですね。戦艦の喪失は3隻目。戦艦山城も誤陣。戦艦4隻目か。失ったのがインド洋という重要拠点ではあるものの、厳しいな。越前美濃、これは大和型です。さらに金剛も沈んだ。いやー、なかなか厳しいな。よし、ここで恵みの雨、恵みの雨が降ってきてくれている間に最後の飛行場も破壊しよう。防空艦がいないっていうのが理由なんだろうな。戦艦は4隻一挙喪失。ヤマトを失うのと他の戦艦を失うのでは意味合いが全く異なるんですが、それにしても戦艦4隻じゃない、5隻失ってるね。まず戦艦金剛、これが誤陣。その他美濃、越前、この辺りは生き残ってはいます。さらに山城、霧島、近江、15号、この辺りが沈んでますね。いやー、なかなか厳しいけどしょうがない。砲撃戦の結果見ていきましょう。越前、美濃、この辺りは大破で生き残ったものの、金剛は沈没してます。はい。第2艦隊からは戦艦山城、霧島、この辺りが撃沈してます。されてますかな。第3艦隊の方からは戦艦近江、中国交換、この辺りが撃沈で、巡洋戦艦長垣は消波で生き残っています。まあ、大和型は沈んでないだけマシかな。で、敵の方は揚陸艦1隻取り逃してますが、まあ、事実上敵第1第10艦隊を壊滅させて、インド洋を確保したというところですね。ちょっと第3艦隊が巡洋戦艦1隻のみになったので火力不足になるかなっていう、心配があります。で、第1艦隊はドック入りすればこのままいけば戦力の回復は可能かな。戦艦1隻失ってますが、まあ、いずれにしてもインド洋で一旦、傷ついた艦隊を修復しましょう。防空戦艦はちょっと本当にね、考えましょう。で、インド洋攻略で臨時予算3万、これ大きいね。
さあ次の攻略目標は、まあ、アラビア海にしておきましょう。艦隊をまたハワイに向けるのは時間がかかっちゃうので、はい、というわけで、インド洋戦艦5隻一挙喪失という大損害を受けましたが攻略完了しています。傷ついた艦隊の主力戦艦が5隻沈められているんですが、まあ、幸いなことにいずれも旧式型だったので、まあこれをねジャイアンツじゃないんですけど、まあ、世代交代、新しいヤマト型あるいは海ヤマト型さらには超ヤマト型へと、主力の戦艦をリプレイスしていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ねこの続きをプレイしていきたいと思います。あ、そうそう、あとねドーバー海峡をドイツが確保したというのも大きかったと思います。ではこの続きまた次回プレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。